キーガン・メッシングはアメリカ合衆国アラスカ州ガートウッド出身カナダのフィギュアスケート選手グランプリシリーズで2度表彰台に立ちカナダ選手権を2連覇今年の四大陸選手権では銀メダルを獲得した実績もさることながら世界屈指ともいえるスケーティングスピードとそのスピードを生かした豪快なジャンプアイスショーではバックフリップを軽々と決めるエンターテインメント性で日本にも多くのファンを持つ そんな人気スケーターの現役最後の世界選手権そして国別対抗戦となったのが祖先の眠る日本メッシングのの祖父の名は長野蔵日本からカナダへの移民第一行とされる2009年7月のカナダ総督夫妻主催の晩餐会で当時の天皇陛下は以下のように述べられている帰国と我が国との交流は1877年長崎県出身の長野万蔵が。 ブリティッシュコロンビア州のニューウェストミンスターに上陸し帰国にに移りり住んだことに始まります。その後両国間の交流は順調に発展し1887年にはバンクーバーと横浜の間に太平洋航路が開通し2年後バンクーバーに我が国の領事館が置かれました1928年にはオタワに我が国の公使館がその翌年には東京に帰国の公使館が それぞれ開設されぞさました帰国が開設した在外交換としては A ・ B ・仏に次ぐ4番目の交換であり当時貿易を含め両国間の交流がすでに活発になっていたことを示すものであります。日本とカナダ両国の交流の始まりと言われており1100 10周年には最初に上陸したブリティッシュコロンビア州の山がマウント・マンゾー・ナガノと名付けられた。 自分に流れる日本の血を誇りに感じ「僕はそういったつながりの中でスケートをすることが大好きだった」「そういった家族の側面を表現したくてルーツを見てもらえるように長い間スケートをしたいと思った」とメッシング日本人への敬意を大事にする誠実な人柄は一つ一つの行動が証明している2019年9月カナダのオークビルで行われたオータムクラシック。 自身が3位に入っったたた大会で優勝したのは羽生結弦だった表彰式で「君が代」が流れる中選手の後ろで垂れ下がる日本国旗の端を持って広げた行為は SNS などで世界中に拡散され真のスポーツマンシップなどと称賛を集めた。 その直後に弟の事故死という悲劇に見舞われながらも表情では観客のためにスケートをしたいと明るさを忘れることはなかった引退後は父親と同じ消防士になる予定だがアイスショーへの出演や行進への育成にも興味を示すエキシビションには欠かせない盛り上げ役だけに引く手はあまたありそうだその前に現役のラストダンスも日本で迎えることになる僕の偉大な高祖父がこの旅を始め カナダに来てそれが繋がり、僕が日本でキャリアを終える彼が始めた旅を縁のようにつなげた思いがする大会後は長崎県南島原市を初めて訪問する予定だそうですなかなかいない演技を見た後は結果にかかわらずいつも爽やかな気持ちにさせてくれる選手技術も表現力も人柄も素晴らしい選手でした。